昔々、刀と共に生き、生涯を終えた最強の剣豪がいた。その意志を継ぎ、再び刀と共に生きる侍が日本に集う。BMX を手に戦いの頂点を目指す BMX フラットランド。およそ380年の時を超え、新たなソードマスターとなり、己の五輪の書を作り出すのは誰なのか。